これは先制のシーンです。まず攻めに出たレッツが得たコーナーキック、見事なシュートでした。柱谷さん、一方レッツです。ここでフリーですからね、ボールがつながって、やはりミドルだったですね。先制の点もミドルでしたね。そうですね、はい、どちらが先に1点を取るか、はい、まあ、この1点で決まってしまったのかなと、うん、今思えば、ね、後半開始5分ですからね、はい、そうです、50分でした。さあこれかという時に前の最大失点だったですね。うん、身体能力 の、いや、それにしてもとにかくそのチャンスまず作り出していくのはポンテを経由してということになりますね、このシーン。そうです、はい、ここもポンテ、高橋、高橋、しっかり見て、エジミウソンが今シーズン16ゴール目、うん、この速さについていけなかったですね。ですからはい、